はい、こんにちは。今日は足裏にカイロは貼らないでください。これをお伝えしたいと思います。あったかくするのはこれからね、もう冬ですから、当然大切なんですが、足の裏に、ね、これが足だとして、足裏だとして、土踏まずだとして、ここにカイロを貼っちゃうと、本来こう足の裏、土踏まずが上げ下げするこの動きを止めてしまうんですね。ですから、体が痛みやすくなります。床からの衝撃が吸収しづらいので、足、膝、腰、股関節等に負担がかかりますから、まあそれはしないでください。で、あったかくするんであれば、まあカイロを貼るのはいいんですけど、例えばですね、ふくらはぎがいいでしょうし、足の甲に貼ってもいいんですが、今度足の甲に貼った時は靴がね、それで今度靴をそのまま今までと同じように履いちゃうと、また今度厚みで足を押しつぶしかねないので、まあその時は足の甲に貼るんだったら、また靴の紐調整等をちゃんと行って、